さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、今日は勢ぞろいですけども、はい、はい、こちらのセフトスポーツ、はいはい、今から納車いたします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとご出演は、はい、お車だけ、はい、使わせていただこうと思います。はい、今回ですね、セフトスポーツになります。赤黒。はい、初めてかもしれないですけど、はい、非常にあの実は以前当社の米倉の車両をですね、はい、赤のセフトスポーツを出した時から赤の車両って動画映えするみたいなちょっと若干そういったところもありまして、はい、まあ、赤を選んでいただけるお客様が増えたっていうのも一つあるんですけれども、今回です、ね、はい、はい、まあ、モデルがですね、ですね、はい、ツートンカラーということになっておりますので、はい、まあ、いろんなバランスと見てですね、はい、またあとはちょっと後々ご紹介しますけど、いろんなパーツとの色合いっていうところもこのツートンとのマッチングもありますので、はい、今日はもうすごい真夏並みの晴天ですけど、暑いですね。改めてね、このレッド、もうこういう天気の真下でね、見るとすごくこう色が深くてね、はい、そうですね、綺麗ですね。はい、まず見えるところから行きましょうか、ね。はい、先にちょっと剣は触れてた方が、はい、そうですね、はい、はい、まあ、福山といえば数年前の、はい、数年前の動画で、はい、社長、ちょっとにやけてそんなはずはないさやってましたね、はい、福山雅治プチッと切られますね、やめましょう、はい、そういうのもありました、はい、福山ナンバーでございます、福山ナンバーですね、はい、じゃあまずはじゃあ、 視聴者の方も楽しんでいただけるために、はいはい、じゃあカメラぐるっと回りましょうか、ぐるっと、なるほど、色、ね、じゃあ、はい、うちのコンプリートとじゃあどこがちょっと違うんだろうっていうところで、はいはい、目を凝らして、まあ、ステージ1あるがベースだ、ね、そうです、はい、でぐるっ と、はい、カメラ回していただこうと思っております、はい、でこちらはですね、以前の、動画でもご紹介させていただきました、ディスクブレーキになりますので、はいはい、こちらはちょっと場外です、はい、案内させていただいております、案内させていただいてないものがですね、はい、実は装着されておりまして、はいはい、ちょっと間違い探しみたいですけど、はい、ちょっとぐるっと、はい、もう今後結構装着率が増えてくると思います、増えてくると思います、はいはいはい、たくさんの方はですね、ご迷惑、非常に農協お待たせいたしております、こちらの車両もですね、ダブルウィングが装着をいただいておりますけれども、ちょっと納車までに、はい、まだ装着がですね間に合っておりませんでしてですね、はい、また後日の、取り付けになっております、はい、はい、はい、マフラーからですね、マフラーですね、はい、はい、チタンテールになってますね、はい、チタンテールですね、はい、ちょっと黙ってぐるっと回りましょうかね、黙ってぐるっと、はい、頑張って貼りました、はい、頑張って貼りましたよ、一番頑張っている、はい、頑張って貼りましたよ、これそこ押すとこ、そこ、あんま押すとこじゃないです、はい、これ純正のアクセサリーですので、はい、はい、で最後のフィニッシュは一周、はい、しましたので、はい、もうちょっとカメラさん近づいていただいて、はい、撮っていただいてのフィニッシュということで、はい、なんかだいぶ近くないですか、はい、ちょっと近かったですかね、はいはいはい、じゃあ吉田さん、まあ、紹介を吉田君ということで、せっかくなんでちょっとエンジンルームも、まあ、そうですね、若干お見せしましょうか、はい、あります急に、はい、作業は今回私と川野さんと吉田君と、はい、やっております、まあ、ちょっといろいろお客様からのご要望もいただきまして、はい、ここの作業は吉田に、ここの作業は川野にっていうちょっと、はい、プチご依頼もいただいてですね、ちょ全部が全部その通りには行ってないところもあるんですけれども、基本的には私たち2人で、はいはい、作業させていただいております、はい、じゃあちょっとエンジンルームは川野さんからご説明いただいていいですか、ですね、はい、まず一番最初に目につくところですね、こちら、はい、オイルヒアチャップ、こちらですね、SWT、はい、当社のオイルヒアチャップ、まず一番目につくのかい、パッと見、パッと見一番目につくところですね、芸能人ぶってるところ、はい、で2番目、まあ、こちらですね、モンスターさんのエアインテークチップですね、はい、ついております、はい、で、あとちょっと見えづらいんですけれども、こちら当社のラジエーターのホースですね、こちらも交換をさせていただいているところと、タービンもですね、変わっております、はいはい、で、合わせまして、その冷却関係の強化というところでサーモスタットであったり、あとは冷却水ですね、当社のスポーツクラントの方に入れ替えをさせていただいております、はい、はい、まあ、これだけ外観、もちろん外観もそうなんですけれども、よりそういう走りの部分といいますか、車の性能の部分にも特化したチューニングということで、今回はまあコンピューター、タービン、そしてまあ足回りブレーキとかいろいろですね、本当にこう、まあ、極端に言うと今サーキットに走りに行ってもすぐ走れるような、そういった仕様になっているわけでございます、はい、というところで、はい、じゃあ何が違うのかというところなんですけれども、もちろんさまざまなアフターの商品っていうのはついている中で、じゃあもう一度店長こちらのもう途中で台が気づいてしまったような感じで、はい、こちらのですね、はい、エンブレムでございますね、はい、これ今画面越しだとちょっと伝わるかどうか分かりませんけれども、まあ、形は
いつもと同じ当社のプレミアムバージョンを購入いただいた新車を購入いただいたお客様のみに、今まで取り付けをしてきました専用のエンブレムなんですけれども、R の文字、まあ、こちらが赤っていうのはですね以前から、はい、まあ、こういった仕様になってるんですが、実はこの SWK、はい、弊社のこのロゴの部分も赤くなっております。はい、こちらはですね、一部の方ご存知かもしれませんが、当社の刀エディションの車両にはこのエンブレムがついております。はい、で実は以前の動画でも少しお話ししたことはあったんですけれども、今回からですね、はい、新しい試みパッケージということで、はい、そうですね、はいはい、弊社のこのタービン、ハイフロータービンを入れていただい、新車コンプリート化で入れていただいたお客様に対しては、はい、こちらの特別なエンブレムをですね、はいはいはい、ご用意させていただいております。お願いします。まあ、選べるっていうことで、そうですね、はい、選んでいただきます。はい、あの通常の好みが、ね、ありますから、はい、この赤いタイプか、特に今回は車両の色も赤ですし、そうですね、はい、もうマッチングとしては間違いないというところなんですけども、はいはい、もうこれあのタービンが入ってるっていうのが外観、もう外観からパッと見た目に分かるんですね、はい、あ、もうタービンが入ってる、そうですね、まあ、これが広まっていけば、はい、我々も嬉しいなと。そうですね、まあ、ある意味ドレスコードのようなそうです、ね、ところでですね、タービンが入っているとこのエンブレムがついていると、はい、そういう選択肢があるということで、今回から、このエンブレムを使用させていただいております。はい、引き続きですね、はい、大変ご納期お待たせしているスイフトスポーツでございますけれども、ね、はい、この待っていただいている間に、例えばやっぱりタービンまで入れようかな、ローターも入れようかな、まあ、そういう選択肢も、まあ、ちょっと物は言いようですが、はい、お待ちいただいている間は考えていただける、検討いただける時間にもなるかと思いますので、今回この発表をもとにですね、もしあこのエンブレムつけたいなという方はタービンまでご一緒に、今ご連絡させていただいている営業担当の方にお伝えをいただきたいと思います。はい、うまいね、はい、吉田さん、はい、全く打ち合わせやってないんですけど、タービンは在庫ございますので、このまだ車が到着してない、まあ、すでに作業取り掛かってしまっていると難しい場合ございますけれども、来月、再来月とか、また半年近くですね、お待たせしているお客様もたくさんいらっしゃいます。その間にですね、はい、この動画をきっかけに、やっぱりタービンまでという選択肢もございますので、はいはい、ぜひそこは一度ご相談をですね、はいはい、金額もちょっとかかりますので、はい、そこはご相談をいただきたいところでございますけれども、ただ、ちょっと別動画でもお届けしてますが、今、私が担当している車両にはタービンが入ります。はいはいはい、もうそういった車両が続々と今、出てきておりますので、はい、この機会にですね、はいはい、ぜひ、タービンまで、厚かましい感じになっちゃいましたけど、はい、お願いしたいと思います。はいはい、ということで、まあ、今回は、本当にご遠方からですね、そうですね、足を運んでいただいて、はい、アルトワークスからの乗り換えです。そうなんです。はい、実は、社長が福山雅治を歌ってたあの動画の車両 と同じお客様ですか？そこどこに住みたくて全く打ち合わせやってないですのパターンと、そうですね、ございませんっていう、言った方がいいのか悪いのかって難しいところありますけれども、ね、はい、はい、実はあとで僕の想像で、そうですね、皆様のご存知でそうなんですね、はい、そういうことでございます。はい、はい、本当に遠い地から足を運んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひコンプリとかご検討のお客様で、まあ、赤黒ツートーンが気になっている方、もしくはまあこういうタービンであったりとか、またこの 570C6 との組み合わせであったりとか、非常にサンプルとしては、検討材料に非常に大きな一歩になる、車両ではないかなと。ですね、カノさん。はい、そう思います。思いますので、ぜひぜひですね、ゆっくりこのまたこの動画ちょっとこう巻き戻していただいて、はいはい、どんな感じのデザインなのかって見ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひぜひこの動画コンプリートカーのこの動画をですね、はい、楽しみにお待ちいただければと思っております。本日はご納車おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、今日はこの動画でお別れです。さよなら。